はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこちらのね BM です。珍しいですね、サムさんのとこで外車で、サムさんのとこ外車のメンテナンスっていうのは基本やってないです。エアコンメンテナンスのみは受けてますけど、通常のねメンテナンス、整備とかでもそうなんですけど、基本お断りしてます。でこちらのね車はね既存のお客さんなんですよね。車はねちょっとサムさんのとこから出てないんですけど、ちょっとさやってほしいっていうことなんで入庫しましたけど、果たしてどうなるものかっていうところ、523i っていう XG20 っていう型式のモデルになるんですかね。そういった感じになってます。とりあえずねじゃあやっていきますので、皆さん動画のご視聴の方お願いします。それではね作業をやっていきます。でこちらねオイルパンはプラスチック、ドレーンもプラスチックっていう極悪非道な作りをしてます。いつか漏れるんだろうなっていうか、もう若干滲んでるんですけど、アンダーカバーも見てもらうと分かるんですけど、オイリーな感じになってます。で初めて1回入庫した時ね、これの入庫する前とかにも1回入庫したんですけど、やっぱりねオイルのドレーンボルトとか結構滲んでました。今までねこちらの車を買う、個人牌で買ったらしいんですけど、前の人がどういうとこでオイル変えてたのかっていうのは謎なんですよね。だからどういうやり方なのかが全く分かんないです。だからドレーンボルトとかもびっちょびちょになってたんでね、ちゃんと変えてたのか分かんないですね。でプラスチックなんで、さっきちょっと一瞬だったんで分かんないかもしれないですけど、一応締めるときはトルクレンチを使ってます。金属だったらあんまり気にしないんですけどね。でこちらもね最後締めるとき使うんですけど、このサイズは正直使わなくてもいいかもしれないです。よくね昔はねトルクレンチ使わないんですかってコメントよく昔来てました。いつもね車触ってると締めた時に金属が噛み込む感覚っていうのがね分かるんですよね。もう職人病というか、自分で職人って言ったら世話ないですけどねそういう感じで、職業病なのか分かんないですけどそういった感じで金属と金属が噛み込むっていうのはね大体分かります。だからここもね一応ちょっとこう蓋に書いてたトルクで締めてみたりとかはしましたけど、大体合ってるかなっていうとこです。で今度ねオイルの方を入れていきます。でレベルゲージがないのかな、中のねメーターのとこで見るみたいな感じになってますね。でトルクレンチのちょっと話をしますけど、最近ちょっと多いのがDIY で触る方で、トルクレンチがねもう安いトルクレンチを使う方で、例えばドレーンボルトとかでもギリかなっていうところですけど、例えば頭が10ミリが刺さるとかぐらいのところでトルクレンチ使う方とかいるんですけど、そういうのって多分よっぽど精度が出てるトルクレンチじゃないとダメなんですよ。この前もねお客さんがトルクレンチで頭が10ミリね、だから M6 ぐらいなんですかね、それをね締めようとしたら折れたって言って、トルクレンチ使ったんですけど折れたんですよみたいな、だからよっぽど精度が出てないとね正直ダメだと思います。だからね過去にあったのは、来た人でもドレーンボルトね、鉄のオイルパンですよ。アルミパンでもなくて鉄パンなんですけど、トルクレンチでしてたんですけど舐めたんですよみたいな感じで言う人もいましたけどね、多分そのトルクレンチが終わってるんじゃないかなっていうふうに思います。やはりね精度を要求するんで、安物のトルクレンチは正直ねタイヤ締めるぐらいならいいんじゃないかなって思うんですけど、細かいものするんだったら多分向いてないと思いますね。で多分皆さんが使ってるトルクレンチって本当タイヤ締めるサイズのトルクレンチとか多分多いんじゃないかなって思うんですけど、それだとねどうしてもそのサイズ感のものならいいんですけど、ちっちゃいものを締めるの、一応規定の幅のねトルクレンチの測定範囲の中には入ってるんでしょうけど、実際精度出てるかっていったら謎ですよね。でここら辺がねまたホイールの汚れね、こんな感じで汚いですね。でブレーキ液もちょっと変えてましたけど汚かったですね。でね鉄粉取りでやったんですけど、こんな感じでダストが張り付いてこびりついてるのは取れないんで、酸の溶剤ですね、そちらの方を使って取っていきます。で酸の溶剤を使うと、まずねこう撫でていく、もうスポンジにちょっと塗ってます。ワックス塗るようなスポンジですけど、これでねもう撫でただけで取れるんですよ。ゴリゴリやらなくても取れるんですよ。明らかにね綺麗になってるのがわかると思います。で色ツヤも良くなるんで、例えば表面とかね表面とかも酸ですると結構新品っぽくなるんですよね、見た目が。そういった感じで、ただねメッキはできないです。たまに言ってますけどね。で元々使ってた酸の溶剤がもうちょっと高齢でやめちゃったんですけど、代わりのとこをね見つけたんで、そちらの方を使ってます。
で先ほどのね取れなかったであろうブレーキダストがこんな感じで綺麗に取れてると、まあ、表面はわりかし綺麗だったんですけど、表面が明らかに取れないのとかは、ね、いいと思います。あの3ポールとかやってる人いますけども、あの3のレベルが違うんでね、もう全然ねこの業務用3みたいなの方がやっぱりいいですね。でこちらねウォッシャー液を入れて、でこちら燃料添加剤ですね、こちらの方を入れていきます。でまあさっきのトルクレンジの話に戻りますけどね、やはり、まあ、そういったね精度が出てないトルクレンジは、まあ、大きいものを使う分なら多少は許せる範囲かなと思うんですけど、やっぱちっちゃいボルトナットとかはねちょっとね不向きかなっていうのはありますね。でね、やはりじゃあトルクレンチもしっかりと構成を取らないといけないんで、まあ、サムさん使ってるのスナップオンのやつなんですけど、あのトルクチェッカーマシンみたいなのとかもね、あのバンセールスの人が車の中に乗せてるんで、まあ、そういったので定期的にねあの構成を見たりとか、まあ、そういったのをしたりとかしてます。まあ、ですんでね、そういった部分ではまあ大丈夫かなっていう部分ですけど、まあやはりね、あの安いものだから悪いわけじゃないけど、まあそんなことも起こるんですよっていうところは分かってほしいかなっていうところですね。であとやっぱりね、ずっとこういう仕事やってて慣れてくると、まあよっぽどじゃなければね、ね、大体感覚でネジの山と山がぐぐっと、あ、ネジ伸びてきたかなとか、ネジに金属と金属がくっついてるかなみたいな、噛み込んでるかなみたいなのはね、なんかわかるんですよね。これ難しいですね。もうこれいつもやってないとわかんないのかなっていうところですけどね。まあそういった感じでね、まあやってるんで、なんとなくはね、大体いつもできてるかなっていうところです。だからね、まあエンジン組んだりとかって、まあすることないですけど、そんなことね、まあそういったところは使ったりとかみたいな感じですよね。本当だったらね、あの昔のボロサー兄さんのね、あのバラバラにしたやつとかね、また組み直したりしたらよかったんですけど、結局ボロサー兄さんもね、まあ、ボロサー兄さん、前のアルテッツァのエンジンですね、もう捨てちゃいましたからね、ちょっともったいなかったかなって思います。まあ、ピストンとか溶けてましたけど、まあ、それ以外のとこ全部使えてたんでね、まあ、それだったら取っといてもよかったんじゃないかなって思いますけど、で結局そのね、アルテッツァはサムさんのとこに来ちゃってね、チェイサー買っちゃうみたいな感じになっちゃったんでね、だからボロテッツァ兄さんがボロサー兄さんになってね、でそこからね、アルテッツァはサムさんのとこに来るから、やっぱりエンジン取っときゃよかったじゃないかっていう話になったみたいな感じですね。だからいつかね、そのアルテッツァも綺麗にして、もうね、あってもしょうがないんで売りに出したいんですけど、もうやる暇もないし、最近暑いんで、もう何もしたくないっていうか、全然夏が終わんないみたいな。まあ、この動画が多分ね、アップされてる頃は、だいぶ涼しくなってきてるんじゃないかなと思うんですけど、プロボックスとかもね、1台引っ張ってきてるんですよ。もう多分だいぶ、なりますね。最後のプロボックス売れた後にすぐ買ってきてるんで、でそっから夏に突入したから、整備はね、早々と終わってるんですけど、オールペンをするっていうところでまだ色も決めてないんですけど、ほったらかしでずっとそのまま何ヶ月か置いてるみたいな感じになってますね。まあ、こういう時ね、やっぱりマンパワーが欲しいかなっていうとこですよね。まあ、ヨーマンと一緒にするとね、なかなかね、それだけだとね、ちょっと作業効率的にも上がらないのかなっていうのもね、あります。で、まあ、最後にも、ま、ちょっと、同じことを言うんですけど、外車のフルード交換、問い合わせが非常に多いです。で、この車とか見てみたら、多分できるんですよね、実際。まあ、ちょっともうちょっと詳しく調べないとわかんないんですけど、おそらくジグもあると思うんで、ただそれってやっぱ見ないとわかんないんですよね。だから、なんかいろんな車の、まあね、問い合わせありますけど、実際現車確認ができないから、できるかできないかわかんないから、断ってるのが、まあ実情っていうところですね。まあ一回店に来てくださいと言ったところで、じゃあ遠いところの人っていうのはね、それだけのために一回来るっていうわけにもいかないんじゃないかなっていうのはもうね、あるんじゃないのかなって思うんで、まあ難しいとこではね、ありますね。あとね、この前あった問い合わせで、まあ、それこそフルード交換なんですけど、確か神奈川かなんかの人だったと思うんですけどね、近所に知り合いのとこないですかって、あったらそこに出したいんですけど、みたいな感じで言われたんですけど、知るわけがないっていうとこです。これね、たまにあるんですよね。何々県にいるんですけど、近所に知ってるとこないですかみたいなね。まあ、そういうとこはないです。まあ、そのね、こうやって普段見てる人はわかってるんでしょうけど、たまたま見たぐらいの人だとね、まあ、このね、その話、今言ってる話って毎回するわけじゃないんで、まあ、わかんないと思うんですけど、やっぱり、こう、そういう発想になる人がやっぱりいるんだなっていうところですよね。だから近所にないですかみたいな感じでね。わかりませんみたいな。ね。もうどこが持ってるかもわかんないし、
ねえ、じゃあそのだね、あでもまあ持ってるとこなんかネットで調べたら載せてるとこは多分わかると思うんで、ただそこがね、じゃあそのどれくらいやりきれるのかとかまではわかんないんで、でも自己責任じゃないですかねっていう話でね、よくします。だからね、一応そういう人にはまあサムさんのとこには遠いとこからでも持ってくる人はいるんですよっていう話だから、なんで持ってくるかっていう理由とかも言うんですけど、まあそういう人に多分ねその理由を話してももう響きもしないっていうところなんですけど、まあ一応言うだけで、ああ分かりました、もういいですみたいな感じで言って切られるみたいなね感じなんですけど、もう自分からね問い合わせしてきて、もうね自分の要件が終わったら一方的に切るとか、なんか質問をしてきてるのに否定する人とかいるんですよね。まあ否定するのはもうその時はしなくて、黙ってとりあえず聞いてて終わったらね、なるほどぐらいで思えばいいのかなって思って、ね、思うんですけどね。なんかまあそういう人もいますね。だからまあ変な電話とかもかかってきます。メンバーシップにはそういったわけのわからない電話とかは実録の音声を上げてますので、興味のある人はねまた見てもらえればいいのかなって、こんな変な人いるんだっていう感じですけどね、ほんともうねわけわかんないですよね。まあいろんな人います。まあでもね、いい人の方が圧倒的に多いんですけどね、一部の変な人がいるみたいな、そういった感じじゃないかなと思います。で、こちらのね、フラッシングの方が終わって出てきたオイルがこのような感じです。ちょっとまあ汚れてるんじゃないのかなっていう感じですけどね。まあ、どんなものかなっていうとこですね。で、ここからガスを充填してっていうとこです。最近まだまだ暑いんで、まあエアコンの冷えが悪い車って多いですね、やっぱり。サムさんとかもやっぱり乗ってる車とかでも、やっぱりね、まあ年1か2年に1回ぐらいはメンテナンスはやっぱしときたいかなって思いますもんね。で、吹き出し口温度は6度ですね。まあ、このような感じになってます。エアコンメンテとかもね、だから定期的にしないと、なんかこう、真夏のクソ暑い時にエンジンかけた時の一発目からもうガツンと効くっていう、あれが欲しいんですけど、やはりね、エアコンメンテをサボってる自分の車とかに、ね、乗ったらまたそういうこともあります。だから積載車とかね、どうしてもちょっと工場に入んないんで、まあね、機械を持って行ったりするんですけど、それが煩わしいんで、なかなかね、毎年やるとかもないんで、なんかね、今年の夏とかもやっぱ暑いのもあるんですけど、ちょっと冷えが弱いかなっていうね、エアコンメンテしたいなって思ってるけど、もう時期的には9月、ね、この動画が上がってる時は多分10月と思うんですけど、そうなるともう多分涼しくなってるからもういいのかなみたいな感じになるのかなっていうふうにはね、思いますけどね。で、ワックスの方ですね、こういうふうにかけて、で、拭き取って。で、まあ、磨くときとかも、まあ、毎回言ってますけど、まあ、毎回は言ってないかもしれないですけど、まあ、磨く工具の種類とかね、使うスポンジとかコンパウンドはいろいろ使い分けてます。車のカラーリングとかね、傷の具合とか。まあ、これは結構綺麗だったんで、もうそんなに攻撃力強いのは使ってないですね。以上で作業は終了です。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたか？こちらの BM のね、メンテナンスでしたけど、まあ、やる内容があんまりなかったです。でいつもだったら下回りも塗るんですけど、もうカーバーはびっしりはまってるし、アームもアルミっていうところで、まあ、その辺はねやっぱ国産と違ってね、なんかそういう部分にはお金かかってるのかなっていう感じはしますね。ただやはりまあこうパッと見た感じ触るにしても、何でもねなんかプラスチックジョイントみたいなのでくっついてるっていうのが、まあいかにも外車かなっていう感じですね。まあ、あとは、まあ、メンテナンスの方ですけど、とりあえずねもう何をするにしてもやはり日本車のようにはいかないんじゃないかなっていうところ、まあ、どうやったらいいのかっていう、まあ、外車触り慣れてるところだったらねなんじゃないんじゃないかなと思うんですけど、日頃やっぱ触らない分ねハードルがちょっと高いと。でデフオイルをね変えようとしたら、まずね工具がないっていうね、まあ、普通の六角だったんですけど、サイズでかすぎてなかったんで、まあ、一応注文はしましたけど、しかもねドレンボルトがもう1個しかない、要は入れるとこからフィラーボルトみたいなのしかないみたいな、ドレンがないみたいな感じで、調べたらなんか吸って抜いてからで新しいの入れるみたいな感じなんで、すげえ車だなって思いましたね。まあデフとかも車によってはね、下から抜いてもうフローという風な感じですね。AT とかよく CVT とかでもサムさんが抜き取り調整やってますけど、そういうタイプになってるのとかは結構あるみたいなんですよね、外車とかでも調べたらね。でもこちらはちょっとそういうのでもないみたいな感じで、だからまあ次回ねオイル交換をちょっとするようなタイミングが来たら、まあその時に一緒にデフオイル変えようかっていうところでオーナーさんの方にはね言ってます。でまあこのねオイル交換一つにしてもそうなんですけど、まずオイルパンがプラスチック、これやばいんじゃないかなって思いますね。絶対これ漏れるんじゃないかなって思いますけどね。でドレンボルトとかもプラスチックなんで、トルク管理をね結構しっかりしとかないと、壊すとねあと大変なことになるんじゃないかなっていうところですね。で AT のねオイルパンとかもちょっとにじみがありました。で外車でよく ATF 変えてほしいって問い合わせが来ます。
でこの車とかもね、やっぱ車があればまあ全然また違うんですけど、見たらね多分できそうですね。あそこのジグサー用意すれば多分ここからやるんだろうなっていうのはあるんですけど、だから遠方で外車で APF 変えたいっていう人だとやっぱり一発目だとねやっぱできないんですよね。例えばこういう風に一回入庫してもらって車見させてくださいって、で何がいるとかできるのかできないのか、圧送ができるのか圧送じゃない方ならいけるのか、部品は手に入るのかとか結構ハードルがねいろいろあるんで難しいんですよね。だからねできないんですかっていうのも、遠方でも例えばじゃあ一回店にだけ来てもらって、その時にまたいろいろね構造を見たりとかして、でまあやれるかやれないかとか、そういった部分の話になるのかなっていうふうにはね思いますね。まあ、あとは BM とか結構オイル漏れが多いんですけど、これ見たらそうでもなかったですね、まだ。だからね、ただ今後注意しないといけないのはやはりね、いろんなとこのね、大体タペットカバーとかオイルクーラーとか、まあそういったとこいろいろ悪くなるんで、まあ、要注意かなっていうとこですね。あとはまあオイルパンとかも、エンジンのオイルパンも若干にじみが出てるかなって感じなんで、その場合多分もうオイルパンごと交換になるんじゃないのかなっていうのはね思いますけど、なんでプラスチックにするのかね、まあ、長く乗ってもらいたくないっていうのがメーカーの狙いの観光もねあるかもしれないってところですね。あと外車であるのが、新車で買う分は多分いいと思うんですけど、中古で買う分はオイル交換のサイクルが例えば1万5000とか2万キロでも大丈夫ですよっていう風になっておくと、新車で乗ってる人はいいんですけど、2次オーナーとか3次オーナーとかになると結構ズタボロな車ばっかりになるんで、でベースはやっぱり基本高いんで、買うときはね多分中古安いんですけど、修理はやっぱり新車の価格に比例するんでね高くなったりとかするんで、外車はねやっぱ納期もかかる、部品代も高いっていうのもあるし、触るとこも少ないっていうところもあるんで、多分ねそこそこ覚悟して買わないといけないんですよね。でもまあ、買う方がそこまで覚悟して買ってるかどうかっていうのはまあ人にもよるのかなっていうところですね。結構ね、まあ、それなりにね見てもらえない車にもなるんじゃないかと思います。特にもうマイナーな外車メーカーになればね、さらにそれが顕著に現れるんじゃないかなと思いますね。ちょっとまあ関係ない話ばっかりだったんですけど、まあ、とりあえずはまあメンテナンスといってもいつもよりは内容が薄くなってます。まあ、エアコンメンテとかもねしてね、まあ、ガスリフレッシュして、まあ、冷えもね良くはなってます。まあ、それ以外にもまあ今後どうするか、オーナーさんとしてはまあ今ねこの車も買ってまあねちょっと何年か多分乗ったらもう買い替えるぐらいで言ってたんで、修理関係はもうせずに壊れたら買い替えるっていうぐらいの感じのぽかいね考えだったんで、まあそれでいいんじゃないかなと思います。ではね、今回はこちらの BM のメンテナンスでした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。